東南アジア在住者が語るインドネシア女性。あなたの身近にインドネシアの女性はいるだろうか。フィリピン人と比べると日本にはまだまだ少ない実感があるが、旅行先としては人気のバリ島やジャカルタ。インドネシア女性について知っておくとプラスになることがあるかもしれない。インドネシア女性の特徴。インドネシアの現地で気がついたのは、フィリピン人との共通の特徴というよりも、東南アジアがみんなそうなのか、嫉妬深い女性が多いということ。インドネシア人と一緒に外を歩いているときに、あなたが他の女性をしばらく眺めているものなら、それだけでも激励に触れる。一方、彼女らのスイートな部分としては、インドネシア女性が記念日を大切にすること。これは真剣に付き合っている男性としては嬉しいところ。交換記念日をマーサリーとして毎月お祝いしたいというのは、フィリピン人女性も同じだ。また男性を立ててくれるので、あなたがリードすることが必要。譲り合っていては話が進まない。恋愛をするとマメな人が多いことにも気がつく。電話まで毎日求めるのも普通。ちなみにビデオコールをしないのが日本人女性の特徴だと気がついたのは意外と最近だった。インドネシア女性といい仲になるには、インドネシア女性はやたらと質問をしてくることが多いが、しっかり丁寧に答えてあげること。聞き上手が好かれるのは国籍を問わず同じ。そして雰囲気のいい場所に食事に誘い、ロマンチックな雰囲気を大切にしながら丁寧に自分の気持ちを打ち明ける。一回でダメでも、これを何度も繰り返すことで、インドネシア女性はいずれ心を開き、あなたといい関係になれる。ただ進展してもインドネシア国内だと、人前でイチャイチャできないのは宗教や文化の違いとして気をつけておきたいところ。手をつなぐことすら人前では難しい。ちなみに現地女性には結婚願望の強い人が多いので、中途半端に付き合うことは避けたい。先のことも考えた上で交際するようにしよう。婚結度合いも高く美人が多いインドネシア。男性のあなたは一度チャレンジしてみるといい。インドネシア女性と恋に落ちたら現地への移住も考え始めるだろう。俺が人生で出会った中で最初にインドネシア移住と真剣に向き合っていたのは、早稲田時代のサークル仲間ゴーだった。インドネシア移住のデメリット。治安の面ではやはり不安があるインドネシア。特に平和な生活に慣れている日本人の場合は、相当海外に通じた人を除いて、やはり移住するなら現地での安全面は外すことはできない。俺が最初に住んだフィリピンのマニラも相当ひどかったが、タクシードライバーのマナーがあまり良くないのもインドネシアの特徴。またインドネシアはイスラム文化の国であり、現地での移住生活に慣れるためにしばらく時間がかかるという点も。一方、ビジネスの面ではイスラム文化に適応するための認証が必要になったりと、ちょっとした壁がある。それ以外にも、このインドネシアでは東南アジアの中でも英語が通じづらかったり、渋滞がひどく移動に困難さが伴う。車での移動の不便さについては東南アジアの多くの都市で言えることだが、特にインドネシアは場所によって最悪だ。それでもあるインドネシア移住の魅力。意外と知られていないが、インドネシアは親日の国であり、日本人としても現地で生活がしやすい。やはり韓国や中国のように歴史的な背景から日本人に偏見を持っている場所よりも、こうした国では移住後の生活がしやすいのは確か。場所にもよるが、インドネシアは特に東南アジアの中でも物価が安く、日本円との価格差を享受できる。先輩のゆめさんが豪華なビラを持っているバリ島もそういった場所の一つ。あの現地人の変な踊りだけは生理的に受け付けないが。そしてインドネシアがいいのは、とにかく綺麗な海でビーチリゾートのリラックスタイム、サーフィン、スキューバダイビングなどを楽しめること。人口の多いインドネシア、当然国の勢いがあり、経済成長が著しい東南アジアの一部として、投資や企業のチャンスがある。特に豊富なインドネシアの資源を生かせるビジネスなら、大きな成功を手に入れる可能性も小さくない。インドネシアやフィリピンのバリカサク島で好きなのは、カナダで起業した女性ビジネスマンのヒロミ。ルノーを鍛えるのが得意で、転職と適職の違いをきちんと抑えている彼女。俺と同じピータン好きの珍しい人だ。